どうも、お嬢さんまた会えるなんて奇遇ですねこんにちは皆さんもここにはインスピレーションを探しにああ自己紹介させてもらうよ僕は翌秋こちらの二人はノエルさんとミカさんだ昨日は謎解きの鬼に,に便宜を図っていただきありがとうございました大したことじゃないわ皆さんが楽しんでもらえたなら何よりよ 私はカリロエーカリロエさんはフォンテーヌからいらっしゃったのですかええこの辺りには旅行できたのたまたま石門でシーカ大会が開かれてるのを見てつい今日が乗ってしまってカリロエーさんの昨日のお題は実に独特な趣があって印象に残ったよもしかして霊夢への詩を専門に研究していたことがあるのかい全然そんなことないわ 道中でいろんな人たちとおしゃべりしているうちに自然と身についたのよとっても飲み込みが早いのですねなるほどこの橋に足を止めているのは流水から試作のインスピレーションを得ようと <laughs> 死にはまだ取りかかっていないのよただ静かで平和だなと思ってつい見とれてしまってただけならそろそろいい時間だし。 僕たちと一緒に会場まで戻るのはどううだろう夕方の大会に間に合うようにねいいのお邪魔にならないかしら話しながら歩くのもいいものだよそうして得られるインスピレーションもきっとあるさ私もカリロエーの追いから学ばせていただけることがあると思います <laughs> そう言われてしまったら遠慮する必要もないわね 一つ目のチームが戻ってきたみたいだ時間通りだねあれ他はまだ戻っていないのかいほら急げ急げ <laughs> ま、間に合ったんだろうか君たち一体どれだけ遠くに行ったんだい <laughs> みんな息を整えてさあ深呼吸しよう だいー大丈夫大会はまだ始まってないんだからさはーよかった間に合ったぜほんとに疲れた早く飛べばそれだけ疲れるんだしかもオイラたくさん葉っぱを流したんだからなさっきから手がプルプルしてるぞ ちょっと運動不足なんじゃないあれ横くあきたちってば一人多いじゃないかよそうなんだこちらはカリロウエイさんみんなも昨日会ってるはずだから紹介は不要かもしれないけどねこんにちはみなさんこんにちはヒヒ <laughs> スケッタがいるのはお前らだけじゃないぞおイラたちだって あれショーはいつの間にいなくなったんだよ師匠出てきてくれよ師匠出ば <laughs> コホ役者が揃ったみたいだから早速おやもう一人の司会者が来てないじゃないかふんふんふん音取りは早起きしないといけないし山ラは夜には寝ちゃうけど 王女を堂うしたるこの風うたはお呼びとあればいつでも来るよえっともう2日目だぞいつまでその大げさな前工場をやるんだいやいやいやパイモンは分かってないね別に私のためにやってるんじゃないよこちらの特別ゲストをお迎えするためなんだからフーどの奇声雄大なやり方にはいつもながら感心させられる おやこれはこれは本当にサプライズだねこれは勝利先生ご無沙汰しています行くあきさまこちらの勝利先生とは名の知れたお方なのでしょうかああ勝利先生はあらゆる分野において深い造形を持ちリーウエコーでも指折りに人望の厚いお方なんだではでは紹介するねこの人は王城堂の角形 勝利さんだよ上は天文下はチリまで古今文化歯科転石何でも知ってると言っても過言じゃないのまあ私の部下とはいえ実力は申し分ないからね今回はわざわざ審査員として来てもらったってわけ過分な言葉だ俺は古い詩をいくつか知っているにすぎないこれからする論評に異論や誤りを見つけたら ぜひ遠慮なく指摘してくれると嬉しいはいはいそんなに謙遜しなくていいから緊張してるのかなって思われちゃうよ思うがまま遠慮なくコメントしてくれていいからねああそうさせてもらおうではどれどれ1234うんどっちのチームも人数は同じみたいだねえ私も数に入ってるのふ、うんわかった あなたを助けると思ってやってあげるにゃフォンテーヌから来てくれたお友達もいるし名前は「三国シーカ握手観覧会」に変えた方がいいかもねそんでもってよく見たらパイモンをそのまま一人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう旅人チームが若干のハンデを追うことにこの同種が参加しよっかな大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょ もちろんだにぎやかであるほどみんなが楽しめるんだしそれはフー士だって例外じゃないそれじゃあ決まりだね観客の皆さんも好きなチームを応援してくださーいじゃあ僕が点数をカウントするってことでいいかいああそんなのいらないってチームを分けたのはあくまで形式的なものだよ友人同士競争関係なんてないんだからね勝利審査員 同の言う通りだモンドやフォンテーヌの友人たちにリーウェの確率や規則を強いてしまうのはいささか窮屈だろう握手寛談会である以上インスピレーションを始まりとし寛談に落着すべきだ各々思う存分楽しんでくれればそれでいいふぅよかったドキドキしていましたがルールが厳しくないようで助かりました あらら司会のセリフを審査員に取られちゃったよじゃあ司会役はこのままウエンティーさんにお任せしちゃおうかなもちろんいいよ新たな友に旧友さんたち深呼吸して新鮮な空気を吸ってーはいシーカ大会第2ラウンド追加いざ開始ならここは。 まず僕の切削から一つ上の句「新月剣の個室に入りて孝古百味を喫する」ももう思いついたさすがだ「新月剣」と来たらついになるのはロリ璃亭かん最初のお題からめちゃくちゃ難しいぞ「神は いやこうかうーんそういえば前修行でそんな名前の場所を通った時やけに天気が悪かったっけあっ思いついた古城園の料亭を出て来光千本を目するすごい超雲のやつ答えたぞああ 剣はリーウェに名を馳せる料亭で一方の古城園は天皇山にあるもの両者が等しく場所を指すため対となれるだろう加えて上の句の悠然とした雰囲気に対して下の句のそれには危うさがあるこれは絵としても対になるものだあれあの日のことをそのまま言っただけなのになんだかまぐれで行けたみたいだぞ そういうことなら僕からも紙の句は志に命運あり敬策に隠れ眼下に絶運を望む超運のやつ今日はなかなかやるじゃないかこの句の大まかな意味は高い志を持つ者が姿勢に身を隠しながらも声運にのし上がろうと気を伺かがっているさまだ地名で全体をつなげていく発想は かなり斬新といえるだろう <laughs> 徳は赤白のごとし芸匠をまとい胸中に瑠璃を秘めるすごいぞノエルが答えた良い句だ人の特攻が交渉であり透き通った心の純粋な様を石に例えているこちらはものの名前で全体をつなげており見事な出来といえるだろう 素晴らしいついくだったね財布の折にゆくあき様からいただいたヒントのおかげですそれでは私からも髪のクを上は過去の向かいから下は湿原の適衆までただカニ味噌豆腐を一皿求めてカニ味噌豆腐どうしたんだディオナ下の句を思いついたのかううん。 みんな難しい詩を出しすぎあたし理解するだけで時間がかかるんだからでもカニ味噌豆腐って聞いたらなんとなくミントベリージュースが浮かんできたの多分最近似たような飲み物を混ぜたからかも北は星落としの岸から南は風吹く野原までさらに ミントベリージュースを2杯加えてさすが旅人さんみんなが称賛するだけあるわこんなにすぐ下の句を思いつくなんて上下の句はともに各地の風物や特産に詳しくなければ出せないものだ2人は旅をする者としてすでにおのが足でそれらの土地に足跡を残したのだろうどう私も少しは役に立った ちょっとちょっとかっけーてばさっきから褒めてばっかりじゃんもっと人を疑ってかからないと怒らせちゃうかもとか思わなくていいよこの私が盾になってあげるからではもう一つ聞いてもらおうかしら精神に心はなくてもそれは人々の心を癒す精神が持つ薬効の側面を指しているんだろうかうんどうすればついになるんだ

<laughs> これもまた上出来た得点に値するうん値する値するもう素敵な審査員がじゃんじゃん点をあげちゃうからねでもみんなさすがに真面目すぎるかなもっと弾けてもいいんだよほうそれならフード僕の神の子に応じてほしい天に月あり月満ちれば 家族も喜びに満ちる地に飯しあり腕に襲えばお腹も肉で満ちるえそ,そんな返しが…これすなわち無常追神下の句の意味は関係ないが言葉の一つ一つは一応基本にのっとり追いをなしそれぞれ一体となっている普通の追句に何ら劣ることはない お話が長いようかっけー点数はくれるのくれないの無論与えられるべきだ <coughs> ケーキ800リ適かにとういずくにかきりならんやひのしし20斤、鍋にいかるいずれにや入らむなんだってこれが無常ついっていうのか なんだかオイラでもできそうな気がするしあたしもひとつ思いついたドドリアンドドコよりほろうわっすごくかわいい髪の子だなスイートフラワーバーバラよりスイートじゃないウ<ん> <laughs> こちらのお友達の熱意がこっちまで伝わってくるようだよでも 否定になってるのだけが惜しいかなおんじゃあボンボン爆弾、ボムボム売りよりやかましいとかどうでしょうおやモンドからのお友達はとっても才能があるねよよかったやっとひとつ答えられました <laughs> 焚き火パチパチロを暖かくしてお茶香ばしく 胸にいくつは清泉の心あすごいぜノエルがまた一つ読んだぞ早く早くお前が一番得意だろえっオイラがわ分かったよやってやろうじゃないかたき火パチパチ どう？暖かくしてお茶香ばしく。ライをゴロゴロ剣冷たくして心痛。まず。叩きのメスは強風の子は？本当かうんうん。いいよ。実にいい。厳しい環境で強敵に挑む姿があり、ありと見えるようだよ。 誰かとのんびり読書をするっていうかのくの雰囲気ともちょうど対になってるしねそそうか <laughs> もしかしたらオイラ実は才能があるのかもしれないぞどうやらこれ以上俺が論評する必要もなさそうだ あの後また何個も答えられたぞお前も当然聞いてたよな私も楽しいひとときを過ごさせていただきましたまさかニーユへの追句がこんなに趣深いものだとは思いもしませんでしたノエルは今日すごかったな追いのお題を何個も出してたろ特に清泉の心のやつオイラ危うく答えられ カリロエイさんどうかしたかいお疲れなのかなさっきから調子がよくなさそうだと思ってはいたけど大丈夫よ気遣ってくれてありがとうその一つ皆さんに聞きたいことがあるの皆さんはもしかして清泉の心の物語を読んだことがあるの 僕はまだ読んだことないけどパパが読んでくれたことあるよ確かとある泉の精霊と男の子の物語だったよねはい遠い故郷を離れた泉の精霊が月の光のもとで少年と出会うところから始まります少年は精霊に心の内を話し彼女もまた彼の物語に耳を傾けました時間が経つにつれ 少年は精霊に恋心を抱くようになりますですが当時彼女は人間の愛を理解できず約束が悲劇になることを恐れましたそれでえっとこの後に口づけをするシーンがありましたがティオナ様のお父様はどのように説明されたのでしょうか泉の精霊は少年のところからいなくなって 再び姿を現すことはなかったにゃあっはいその通りですやがて時間が経ち少年もだんだん年を取ってしまいましたですがそれでも彼はその出会いが夢ではなかったと信じ続けたのでしたなんだか悲しい物語だなそうね今のを聞いて皆さんは泉の精霊をどう思った 彼女の決断はまさしく善意によるものだったと僕は思うけれど結果としてその善意が誤解を生んでしまったのは残念だもし仮に今でもチャンスがあるとしたら精霊はもう一度少年に会った方がいいと思う今それは物語の少年がおじいちゃんになったあとでもってことか そうだとして少し遅すぎるのではないでしょうかもしお二方がまたそのせいで心残りを作ってしまったらえっとごめんなさい僕はちょっと悲観的すぎるのかもオイラがその少年ならうーんそうだなやっぱりもう一度精霊に会いたいと思うぞどれだけ年をとっても好きな人だもんな そうおやにぎやかだね新しい追加を考えてるの僕の助けが必要かな金曜やろうお前はちゃんと司会に徹しろよなお前が参加してきたらツイクを考える楽しみを独り占めされちゃうだろう。<laughs> まさかパイモンが僕をそんなに買ってくれてるなんてねでも残念追加遊びはもうおしまい 明日のイベントはね自由試作だよそそれは自分で書いた詩を皆さんの前で読むんでしょうかその通り自信がないならウェンティ先生の試作集中クラスに申し込んでくれてもいいよ今からでも間に合うからね参加いたしますぼ僕も参加したいです宣伝は置いといて自由って。 どのくらい自由なんだよ。ルールが全くないってことか。それはもちろん最大限の自由だよ。体裁も内容も全部。心から考えたものであれば、何だって。死にしていいからさ。どう？これは胸に秘めた言葉を吐露する。絶好のチャンスだと思わないかい。うーん自由すぎるのも考えもんだぞ。 オイら旅のことも書きたいし旅人が作ってくれた美味しいご飯のこともあ <laughs> カリロエも来るよなおいらお前が書いた詩を読みたいぞええいいわ私にも参加させてうん僕は鼻が痒くなり始めたことだし今日はここまでにしようみんなも帰ってアイデアを練りつついい睡眠をとってね また明日